はい、よっしょっと、はい、よっしょっと、はい、思いっきり来てきたよね。さあ2009年いきましょう。はい、はい、We Love 北海道2009、うん、実はですね、ラベンダーですね。これ、最近なかったでしたっけ。あのね、ラベンダーにもあったんですよ、2015かな。ほうほうほう。実はこれが最初のラベンダーです。あ、そういうことなんですね。でもこれね、配色としてはかなり素敵ですよね。おしゃれ。紫とあとネイビーですね、ボディが。これ青じゃないんだ。ここのラインも色入って野球のユニフォームっぽくなるっていう。ああ、なるほど。そう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 、確かに。うん、では次2009年、はい、行ってみたいと思います。行きましょう。はい、この年の開幕投手、またしてもダルビッシュ投手です。まあこの人しかいないでしょ。そうですね、すごいね。もう何年目だろう、ちょっと計算苦手だからちょっと分かんないですけど、はい、はい、さあ2009年、おう、この年、はい、ファイターズリーグ優勝です。おめでとうございます。めっちゃ勝ちますね。勝ちますね。いつからこんな上昇軍団にね。2006、7、9と、うん、素晴らしい。この短期間で、いや、3回も優勝してますよ。すごいっすね。東京時代から考えられない。考えられない。ハイペースです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこの年、うん、大事件が起きます。大事件、はい、何でしょう。インフルエンザですね。インフルエンザですよ。はい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 。なんかもうコーチ含め、主力選手バタバタ行くという。そうですね、ありましたね。うわ、きつかったな。どうなることやらと。はい、うん、それでもなんとか1位ですよね。そうですね、そこが素晴らしい。ここはね、シーズン1位、はい、2009年、うん、また優勝してますからね。すごいな。はい、でですね、はい、まあ皆様、知ってると思いますけども、うん、今2軍でコーチをやってる高橋慎二選手です。ああ、はい、はい、選手が、この年4番に座ってたんですよ。すごい、知らない人いるかもしれないですね。いるかもしれないですね。はいはいはい。でもね、あの別にそのなんか4番のイメージってホームラン打つとかホームランバッターのイメージすごいあるじゃないですか。あります、あります。ここはね、あのつなぐ4番として活躍されてた高橋慎二選手、はい、でした。そうですね、高橋慎二選手はキャッチャー登録でありながら、そうですね、よくファースト守ってました。守ってましたね。で、ピッチャーがちょっとピンチに陥るとすぐマウンド寄って、キャッチャー目線で何かいろいろアドバイスを送ってるというイメージがありましたね。おー、ということは、はい、投手からしてみればキャッチャー2人いるイメージですね。いや、そうなんです。なるほど。それは心強い。ホームからキャッチャー来るし、はい、ファーストからもキャッチャー来る。あ、そうです、そうです。おー、心強い。はい。さあ、そしてですね、はい、2009年といえば、まあ僕的にもすっごい印象のある記録を出ました。金子誠選手、はい、いきますよ。7試合連続2塁打。これはすごいことですよ。これね、日本プロ野球の記録で、はい、今まだ破られてないんですよ。半端じゃないっすね。すごくないっすか。この年でしたか。そうですよ、今あのベンチでね、いる金子誠コーチ、はい、こんな記録残してる人ですよ、皆さん。もともとは守備の人で打率もそこまで高くないんですよね。そうなんですよ。もともと入団した時はね、セカンド守ってたり、うん、で、まあ、その後もまあショート守ってたりっていうのがあったんですけども、はいはい、まあそりゃ守備に関してはすごいっすよね。もう一流、うん、鉄砲型、超一流。そう、肩も強いし、なんだろう、皆さんね、このショートとかセカンドとかの守備を見てると、はい、やっぱダイビングキャッチとかジャンピングキャッチとか派手なプレー、そう、花のあるプレーっていうのがうん、わっとなるわけじゃないですか。そうですね。金子誠選手の場合動かないですからね。どういうことですか。もう打球予測してるんですよ。あ、もう守備位置変えちゃって。そう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 。はあ、すごいな。だから、あの一見見たら全然地味なんですよ。はいはい、そういう派手なプレーしない。うんうん。ただもう事前に打球を予測してそこにいるっていう。超能力者ですか。もうね、半分そうだよね。あー、すごいな。そんなね、守備の
名手ですよ、はい、はい、その人が打撃で記録を残すっていうね。いやこれはもう野球の神様からのプレゼントでしょうね。軽く打つんですけどね、2塁打になるんですよ、ね、そうなの、ほんとね、すっごい軽く打つのポンっていうぐらい。もう前半4月ぐらいはずっと首位打者ね、5割ぐらいキープしてる時期ありましたから、うんうんうん、すごいね、率高かった時期めっちゃあったからね。そうですよね、自分でもね、怖かったっていう。お立ち台でも、はい、7試合連続2塁打アナウンサーに触れられると、はい、それ言われた瞬間に打てなくなるからほっといてくれっていう。まあまさにマック節炸裂でした、うん、はい、シーズン1位優勝ですよね。おーすごいですね。そしてクライマックスシリーズ、はい、楽天戦スレッジ覚えている方いっぱいいらっしゃると思います。あ、これまたよくテレビとかでもよく流れますね。流れますよ、はい、スレッジの、はい、逆転逆転さよならさよなら満塁満塁ホームランホームランでした。これはねこの年でした。すごかったですよね。すごかった。歓声で札幌ドームぶっ壊れんじゃねえかと思ってそこまでそこまでのいやー木に沸いてましたもんね。沸いてましたよ。そうですよね、もうほぼ楽天にもう勝ちが傾きかけていたところから逆転のサヨナラ満塁、はい、ホームラン打ったことでその後のゲームも全部ひっくり返して、なるほど、勝っちゃうんですよね4勝1敗で、はい、でもまあサヨナラ満塁ホームランとか、うん、最近見た方多いんじゃないですか。それはいるでしょう。ごく最近、ごく最近ですよ本当に。ありましたね、今の主砲。そうですよ、中田翔選手、今年の開幕初戦で、はい、サヨナラの満塁ホームラン打ちましたね。いやすごいですね。あれです、あれがクライマックスシリーズで起きたんです。そうなんです。やばいやばいでしょうね。うん、はい、そりゃね札幌ドームぶっ壊れるかと思いますよ。それは思いますね、それ床抜けそうになりますね。なりますね、はい、なんせあの下空洞ですからね。いやー恐ろしい、はい、さあそして日本シリーズ、はい、進出したんですけども、ほほ対巨人ですね。うーん、うん、ここで敗退してしまったんですけども、いやー残念。ここでですね、はい、また一つすごい話があるんですよ。なんでしょう。日本シリーズの巨人戦、はい、まあ、ダルビッシュ投手投げてたんですけど、はい、実は骨折をしながらも投げてたっていう。あー、この試合でしたか。この試合ですね。はー、結果は確かあの試合は7回2失点で勝利投手になってますよね。勝利投手になってます。そうですよね、勝ってるんですよ、骨折してんのに。やば、これぞエースの意地。そうですよ、はい、まあ、ただねあれですか、すごい緩い球ばっか投げてたよね。ああ、そのイメージがすごい強いです。それに関してはですね、はい、巨人打線は岸投手のカーブに弱いと読んだダルビッシュ投手が、ほうほうほう、 YouTube で岸投手の投球フォームを見て真似して7回にしてにまとめたっていう話です。なるほど、すげえ、そんな話があったんだ。あります。へえ、 YouTube だからYouTube はすごいです。すごいですね、まさにこれですよね。これですね、 YouTube、 はい、 YouTube はすごいんですよはい、はあ、またノブ兄のすごい話が聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということでね、この年レギュラーシーズン1、うん、ですね。はい、まあただオフにはですね楽天戦で、はい、サヨナラホームランを打ったスレッジ選手がこの年に退団してしまいます。残念残念、はい、そんな2009年強いファイターズ、うんうん、イメージつき始めた時代ですね。そうですね、はい、はい、ということで次2010年行ってみたいと思います。 OK、 はい、よし着替えよう。はい、はい、よいしょ